今日ジャパンでお三手まで来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。サラマイコン、サラマラムトマブラカト、簡単に自己紹介お願いします。はい、京都府出身の、金原和樹と申します。年齢は26歳で、イスラム名はスレイマンです。はい、スレイマンさん、ありがとうございます。お願いします。ムスリムになって、はい、どれぐらいになりますか？ムスリムになって今で約3年ぐらいですね。いかがですか、ムスリムになって？いや、本当にもう日々喜びですし、なんかこう落ち込むこととかないですね。もともとそういう性格でもなかったんですけど、すごいエネルギーもらってます。それ分かったですね。はい、ムスリムになる前にはイスラムはいろんなことを、いろんな情報を聞いたと思うんですけども、大体イスラムって前どんなイメージだったんですか？ちょっとテレビで悪い報道とかありましたけど、当時テレビの報道を見てた時期も高校生とかそれ以前とかだったんで、初めてこうイスラムの人に会った時にイスラムについて怖いなみたいなのはあんまりなかったです。特にその本当新鮮な感じでムスリム、イスラム社会っていうのに出会えたと思います。ありがとうございます。ね、日本とイスラムはなんか遠い文化だと思う人たちもいると思うんですけども、実際、日本人でムスリムになったっていうことは本当に遠いんですかね、イスラムの教えと日本は？いや、そんなこと全然ないと思います。本当に生活の中で変わった内容っていうのは本当礼拝が増えたことと、少し食事に制限がかかるぐらいで、本当に日本人の生活、イスラム圏のトルコとかマレーシア、そういったところでの生活も僕体験しましたけど、本当に日本とすごい似たところがたくさんあって、イスラムが僕らのその文化の一部のような感じもしたんで、本当にその受け入れやすいというか、特に生活の難しさみたいなのはなかったですね。はい、日本では今イスラム、モスクがもう増える方向ですけども、はい、やっぱりモスクが少ないのはちょっと不便のところは感じますか？そうですね、ちょっと外出の際 の礼拝場所と、あとはその確保ですね、少し難しいと思います。あと最後なんですけども、はい、日本人のメッセージ、イスラムを学びたいという人たちの、ちょっと長く細かくメッセージをお願いします。そうですね、日本の方のメッセージか、日本人の皆さんに。はい、僕自身初めてイスラム圏の方に出会った10代の頃で、それで、そこから何年かした後にムスリムになったんですけど、本当になんか僕の場合は若い時に出会えた分、なんていうのなんていうんですかね、受け入れやすいものではあったんですけど、特に今の僕の両親とかそれ以上の世代の方とかすごいこう警戒されると思います。ただ僕らが見てるテレビ、僕らがメディアから聞くそのイスラムの情報、ムスリムの人たちの情報は正しいとは言えないと思います。本当にすごいメディアの操作とか歪曲されたその情報っていうのに惑わされず、やっぱりイスラム圏の人と本当に一度交流してみると、あ、こういうこと全然違うんやなとか本当に見えてくる部分がたくさんあるんで、やっぱり日本の社会でこのイスラムっていうのがもっとその認知されるべきっていうか、本当の真のイスラムの姿っていうのをよりいろんな人に広まっていってほしいんで、こういうダワセンターとかズルカーナイさんのそのすごい素晴らしい施設と、あとはそういう活動されてはるので、ぜひなんか若い子から気軽に遊びに来てほしいなと僕は思います。はい、スライマさん、和樹さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ズルカーナイさん、またこれからもよろしくお願いします。お願いします。スライマリコン、アレイコンサラーマロンプンバーブルカート。